本堂宝泉寺は山梨県甲府市にある臨済宗明真寺派の寺院。三号は金剛福寿山。本尊は弥勒菩薩。甲府御山の一つ。甲府盆地の北縁、宝泉寺山の南東六に位置。東には相川が流れる。海の国史によれば、南北朝時代の元徳年間に、海の国主後、武田信武が回帰となり、信武が帰依した。 月収周伊佐を解散として創建される。月収は奉仕である無双祖籍を解散とし、自身は二世と位置づけたという。寺名は境内にある、金剛不動石と呼ばれる巨石に由来する。信武の母大寺となり、海の国社記、寺記によれば、改修後、武田晴信は、甲府御産の一つに定め、海武、周越を住職として、招き品をしたと言われ、 大仙寺文書には、信玄、勝頼一期の事業安堵や金星などの文書が残されている。また、紅葉軍化によれば海武は、武田氏滅亡に際して、帯名号へ逃れ、京都より持ち帰った、勝頼の遺発を帯名山に隠したと言われ、後に貝を漁した徳川氏は、海武を中高解散とし、勝頼の菩提寺に定めたという。江戸時代には、江戸幕府から主状を与えられ、 武田氏に関する文書を所蔵している。宝泉寺は武田勝頼ゆかりの寺院として知られ、江戸時代の文政13年に勝頼250回期に際して制作された甲冑姿の肖像が伝来している。山梨県甲府市和田町2595。ありがとうございます。